ロス・ワイナンズは、アメリカ合衆国の発明家、機械技術者で、機関車や鉄道用機械類の製造を行っていた。また、浜木型の船の設計の始祖としても知られる。アメリカ合衆国で初期の大富豪でもあったワイナンズは、政治にも関わり、州の権限の熱心な支持者であった。メリーランド州議会の議員としての率直な反、連邦主義の立場ゆえに、 南北戦争初期に逮捕されたこともある。画家のジェームズ・マクニール・ホイッスラーは、その兄弟のジョージがワイナンズの娘であるジュリアと結婚しており、ワイナンズの親戚である。ロス・ワイナンズは、ニュージャージー州で、馬の繁殖を仕事としていた家族に生まれた。しかしその後の動力の形態の変化にうまく、順応していくことができた。1828年に、ワイナンズは、 それ以降100年余りにわたって鉄道用の車輪としてのはっきりした形態を確立した外部軸受付の摩擦車を開発した。1820年代末にはボルチモアハイオ鉄道と関係ができ、結果的に技術者としてその業務に関わっていった。彼の初期のより重要な業績としては、ピーター・クーパーがトムサムと呼ばれる機関車を開発するのを支援したことが挙げられる。 1831年には、ボルチモアオハイオ鉄道においてワイナンズは、機械技師助手に指名された。その年の7月20日に車軸と軸受けの製造に関する改良を発明し、特許を取得した。この年は他にも発明があり、コロンバスという初めてのボギー台車を装備した車両を製作し、 こうした車両を開発した最初の人物ではなかったのであるが、すぐにこの特許を取得した。ワイナンズは1835年にジョージ・ギリンハムと提携し、1834年にフィニース・デイビス及びイスラエル・ガードナーから借り受けていたマウント・クレアにおけるボルチモアオハイオ鉄道向け工場を1836年に引き継ぎ、機関車と鉄道用機械類の製造を続けた。 おそらく1836年頃から1841年か1842年まで、ギリンハムとワイナンズの会社、および会社解散後は、ワイナンズ自身は鉄道用の車輪を製造していた。1841年に、ワイナンズは、ボルチモアハイオ鉄道のマウントクレア工場に、隣接して、自身の工場を開き、同鉄道を主要な顧客とした。 彼は石炭滝の蒸気機関車の開発の初期に関わった。彼は変わっていた人物であったが、機関車製造の事業により裕福になった。彼の顧客との関わりは単純なもので、ワイナンズは自分の思った通りに機関車を作り、顧客はそれを買うだけであった。ワイナンズは機関車や鉄道車両の新しい潮流について行くのではなく、むしろ自分で新たな流れを生み出していた。 クラブ型、マットディガーズ型、キャメル型など、彼が生み出した機関車は、葬式の東部アメリカの鉄道網全体で1840年代から19世紀、終わり頃まで使われた。ワイナンズの機関車の大半は貨物用であった。1843年には、ギリンハムとワイナンズは、利益を最大化するために、自分たち自身の工場を建設した。 この会社の有名な製品として、キャメルバック式蒸気機関車がある。1848年6月以降に納入された、機関車は、ほとんどが、ワイナンズが好んだキャメル型の車軸配置0から8から、例のものであった。初期のものはしばしばボルチモア型機関車と呼ばれる。キャメルという名前は、1848年に、ボルチモアハイオ鉄道に納入された。 キャメル型最初の機関車の名前から来ている。すべてのキャメル型機関車が、車軸配置0から8から0であった。1843年から1863年にかけて、およそ267両のワイナンズ製機関車が、アメリカの26の鉄道会社に納入されたと、記録されている。ボルチモアオハイオ鉄道が、ワイナンズ製造の機関車の最大の使用者であり、 140両が納入されている。ワイナンズ製の機関車の2番目の使用者はフィラデルフィアレディング鉄道であった。これら2社でワイナンズの機関車の売り上げの70%を占めていた。ワイナンズは通常、顧客の路線上で30日間の使用期間を提供していた。その当時ボルチモアオハイオ鉄道の機関車部門のトップであったヘンリー・タイソンと 機関車における先代車の使用に関して議論となり、1857年にワイナンズは機関車製造を止めた。ワイナンズは先代車の使用を良いとは考えていなかったのである。このために一部の機関車の納入が1863年まで遅れている。ワイナンズは数多くの特許を取得し、また彼自身が発明したと主張するアイデアに関する。 多くの訴訟に関わっている。ワイナンズはこの事業に退屈し、またボルチモアハイオ鉄道と機関車の設計方針に関して不一致が生じたことから、この工場を畳み、後に工場をヘイワードバートレットに貸し出した。ワイナンズの機関車設計は、ロシアの代表団に感銘を与え、ロシアの皇帝からモスクワ・サンクトペテルブルク鉄道の建設を求められた。 ワイナンズは彼の二人の息子と技術者のジョージ・ W ・ホイッスラーをロシアへ送り、数年にわたってこのプロジェクトに関与させた。ワイナンズはアメリカで売った機関車や設備と同じくらいか、あるいはもっと多くの数をロシアへ売った可能性があるとされている。ワイナンズの息子はアメリカに戻り、アレクサンドロフスキーという名前のロシア風の土地をボルチモアに建設した。 1925年にこの土地のものは競売にかけられ、土地はボルチモアのシティパークとなっている。ワイナンズが残した23箱に及ぶ論文や雑誌などはボルチモアのメリーランド歴史協会に保管のために寄贈されている。シティパークには大きな屋外鉄道模型クラブのレイアウトがある。キャメル型の機関車はすべて牽引力重視で低速であった。 仙台車がなく、ボイラーの蒸気発生量が限られていたので、速度は10から15マイル毎時程度に限られていた。しかしその速度では、水平区間で110両の石車の石炭車を1両のキャメル型で牽引することができた。キャメル型の最も大きな特徴は、運転台がボイラーの上に乗せられていることがある。大きな蒸気ダメがあり、スライドバルブを備え、ボイラーに控え、 ボルトを使用していた。十四フィート以上の長さのある百0本以上のキセルが備えられていた。キャメル型はおよそ二十五フィートの全長で、第1道輪から第4道輪までの間隔は十一フィートであった。短キセル型、中キセル型、長キセル型の三つの大きな形態があった。短キセル型は十七インチ二十二インチのシリンダーを、それ以外の2形式は十九インチ二十二インチの シリンダーを備えていた。中キセル型で飛行士面積は23平方フィート、大キセル型で28平方フィートであった。長キセル型は8フィート以上の長さの過失になっており、カフが過失全部に急炭するためにはレバーを使って操作するシュートを使う必要があった。機関士の席より後ろに過失があったので、カフは炭水車に乗って働いていた。 この設計のために牽引棒は過失のもとに配置されることになり、熱されて赤くなっているのが普通であった。通常の方式の運転台に改造された後でも、カフは淡水車で働いていた。標準的なキャメル型の機関車は43インチの車輪を備え、緑に塗られていた。キャメル型の淡水車は4軸で、後ろ側の台車のみにブレーキを備えていた。 5トンの石炭と8.5トンの水を搭載していた。石炭と水を満載すると23トンの重量となり、機関車自身より4トン軽いだけであった。メリーランド鉱山会社から8000ドルで購入された1両を含めて重量のキャメル型機関車がボルチモアサスケ花鉄道に納入された。また、ボルチモアサスケ花鉄道から購入した機関車に加えて重量が ノーザンセントラル鉄道に納入された。二両がニューヨークのエルミラカナンダギア鉄道に納入され、後にキュンバーランドペンシルバニア鉄道へ売却された。ペンシルバニアレディング鉄道の機関車、サスケ・ハナ号はホワイトの書籍に詳細に描かれている。二両のワイナンズ製機関車が1863年に南部ペンシルベニア州のハンティンドンブロードトップ。 マウンテン鉄道に納入された。一両は1868年に爆発事故を起こして4名の死者が出た。この会社はブロードトップ山の西側を走っていたが、東側には有名な狂気の鉄道、イーストブロードトップ鉄道が走っていた。キュンバーランドペンシルバニア鉄道とハンティンドンブロードトップ、マウンテン鉄道はペンシルベニア州ステートラインで交差していた。 ワイナンズの製造したキャメル型機関車の多くは、1両1万ドル前後で販売された。我々が今日では、投資銀行と呼ぶであろうような組織、イーノックプラットのような人間が、機関車の販売を促進した。銀行は、当時、商業的な目的に融資をできるだけの資本を、まだ蓄積していなかった。フィラデルフィアレディング鉄道の記録には、 キャメル型機関車の走行と改造の履歴の詳細な情報が含まれている。この会社では1846年から1855年にかけて合計48両の納入を受けた。1858年の時点でフィラデルフィアレディング鉄道は44両の機関車で350万マイル余りの走行距離を記録しており、キャメル型機関車は フィラデルフィア・アンドレリング鉄道の機関車のうちの約20%を占めていた。1865年の時点では48両中28両のみが未改造で1870年になると未改造は4両のみになったが、この4両はほぼ100万マイルの累積走行距離を記録していた。改造までの平均運用期間は13.5年であった。 ボルチモアオハヨ鉄道における類似した記録によれば改造までの平均運用期間は8.5年であった。合計15両のキャメル型の改造が1866年から1875年にかけてマウントサベージのキュンバーランドペンシルバニア鉄道の工場で実施された。キャメル型機関車で大きな事故は3件のみ記録されている。重大ではない事故は より頻繁に発生していたが、ほとんど記録に残されていない。ロバーツの文献によれば、ワイナンズのキャメル型機関車は、ボルチモアオハイオ鉄道の17マイルの平坦区間で1855年頃に、144トンの重量を牽引していた。ディルツの文献によれば、ボルチモアオハイオ鉄道ののワイナンズのキャメル型で、 あった71号機関車は117トンの重量を牽引して2.2%の上り勾配を18マイル毎時で走行したとする。1854年に使用されていたワイナンズ設計の三軸発破車は空車重量3トンとして40両ほどの空車をエッカートブランチで引いていた。南北戦争中にはワイナンズはメリーランド州議会の議員で 反連邦活動や演説により2回逮捕された。1861年のボルチモア暴動の前、ワイナンズは自由な州から連れて来られた民兵によって南部の要塞に駐留することに対してメリーランドの人々の何を言って抗議する決議を提出し、我々に対して軍事独裁主義を確立しようとしてやってくる侵略者がいるならば必要に応じて抵抗するために メリーランド州の人々の団結を呼びかけた。暴動のすぐ後に、ワイナンズは逮捕され、その後釈放されて、集権主義の一環として4月24日の選挙で再選された。その間、伝えられるところによれば、ワイナンズの会社では、ボルチモアを連邦軍から防衛するために兵器と弾薬を準備しているとされた。4月23日のアメリカン市によれば、ワイナンズ市の工場では、 全力で槍や弾丸の生産に関わっているとある。ボルチモアにおいて戒厳令が布告された翌日の5月14日、ワイナンズはフレデリックで開かれたメリーランド衆議会特別会から戻ってくる時に再び逮捕された。この特別会はメリーランド衆議会が連邦離脱を検討したものの最終的に否決したものであった。彼は 連邦政府への忠誠を誓う書面に署名してすぐに釈放された。ワイナンズの逮捕はベンジャミン・フランクリン・バトラー率いる連邦軍兵士によるものでエイブラハム・リンカーン大統領によるヘイビアス・コーパスの緊急停止が適用された事例の一つであった。この事例はエクスパルテ・メリーマンのうちとされたためワイナンズの短期間の公金は法的には問題とされなかった。 オルチモアの市長ジョージ・ブラウンとメリーランド州の知事トーマス・ヒックスが町の防衛のために集めた50万ドルの基金から購入された武器の中にはワイナンズの蒸気銃があった。これは走行した車両に乗せられた蒸気駆動の自動銃であった。この実験的な武器はワイナンズが設計したものではなかったが彼の工場で生産され販売された。この変わった武器は最終的には 何の軍事的な影響もなかったが、当時は広く、話題に上り、ワイナンズは、連邦のメリーランド州支配に対する脅威であるという、評判を一段と高めた可能性がある。ワイナンズの最初の浜木型船の版画、1858年の、イラストレーテッドロンドンニュースより19世紀半ば、ワイナンズと、彼の息子のトーマスは、一般的に、 葉巻型船と呼ばれる軸のような船を設計し、建造した。最初の船は1858年に建造され、前代未聞で、結果的に技術的に無理があると判明した、船体中央部のカバーに覆われたスクリューを特徴としていた。このスクリューは、前後の船体部分それぞれに置かれた蒸気機関によって駆動されていた。この糸は、 天候や波の影響をあまり受けずに船を推進できるようにしようというものであった。サイエンティフィックアメリカン誌においてこの船は長々と議論されたが、何度も実験と改造を繰り返した後、最終的には長年にわたってワイナンズのドックに係留されたままとなった。実際に海を走る試験はついに行われなかった。南北戦争後、ワイナンズと息子は事業をヨーロッパへ展開し、 何隻かの船をイングランドやロシアのサンクトペテルブルクで建造した。これらの船はどれも海での全面的な試運転は行われなかったが、報道によればソ連と海峡やイギリス海峡で何度か航海をしている。1880年代までこれらの船はサウサンプトンに係留されていたが、これを真似る者は現れなかった。トーマス・ワイナンスはロシアにしばらく泊まって、 ロシア政府と鉄道の建設契約を結んでいる。ワイナンズは衛星工学や公衆衛星に関心があり、公衆衛星、中でも水と換気に多くのパンフレットを発行した。彼はボルチモアに対する水の供給に関して政府に働きかけを行っている。ワイナンズは低賃金者向けの住宅の建設に関する創始者で、ボルチモアにおけるこうしたプロジェクトを 彼は、勤労者の家と呼んでいた。今日でも、公共住宅がその場所に残っており、マウント・ワイナンズと名付けられている。彼はまた宗教的な寛容やユニテリアン主義の説教集など、宗教的な書物も出版していた。シチズンズ・オブ・メリーランド、フレデリック・ B.H. リチャードソン、プリンター、1861、パーカー、テオドール・アンドロス・ワイノンス。 グリニングスフロム、テオドール・パーカーズ・ワークス・オン・スペキュアレイティブ・ティーザムボルティモア・ MD ジョン・ピー・デイフォーチスありがとうございます